始めていきましょう。はい、皆さんこんばんは、藤田美城でございます。というわけで本日もサイレントヒルズリメイク続きからやっていきましょう。ちょっと音が出てるかだけ確認させてください。じゃあ病院からだ。まあホラーゲームといえばやっぱり病院ね。これからどんな怖いことがどんな怖いことがあるのか楽しみですね。よし、あれこんな死にかけだったっけ。なんかいつもロードするたびにこんなに私って死にかけだったっけと思うんだけど、マリアはもう休んでるんだよね。回復っていくつ持っとるんじゃ。シリンジに栄養ドリンク5か。栄養ドリンク1いっとくか。 OK、 だいぶ良くなった。じゃあ行きましょう。1週間前だからちょっと忘れちゃったんだけど、上が行けるようになったんだっけ。あ、2階が見れるようになったのか。とエレベーターか。 OKOK、 じゃあ行きましょう。あー、もうそうか、電気消えてるのか。もうついに真っ暗だね。じゃあまず2階からかな。じゃあ2階見ていきましょう。2階を見ていくよ。で、マリアが、あれか、女の子ここから出ちゃったっぽいのか。これは別に調べるとかはない。で、マリアがこの階で、休んでるんだよね。あ、ここ入れる。入れた。なんかあるのか？あー、弾がある。これ、ハンドガン。ハンドガンの弾か。ショットガン。お、これなんだ。また粉々に。うわ、なんか、ちょっと汚いかもしれない。ちょっと汚いかもしれないよ。まあ、こっちはまあまあまあ、綺麗ですけど。何もない。何もないよね。何もなさそう。弾があっただけか。弾があっただけだね。OK。で、これはエレベーターか。ここはなんだ？あー、セーブだ。あ、ここセーブあったんだ。なるほど。じゃあ2階はセーブあるのね。栄養ドリンクがあるだけか。一応ここでセーブしといた方がいいのかな。さすがに上書きでいっか。ディ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 のディ。あ、マリアどこの部屋にいるんだっけ。ここじゃないか。何番、ここ、ここか。ここだね。I'm alright. うん、OK。 Just tired. じゃあここは C5 だった。 C5 にいるのか。で、ここは、あ、ここも行ける。どこから見ていけばいいんだ？あ、なんか音するね。敵の音する。はい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 。なんだ？なんか、うにゃうにゃ言ってるよ。開かない。なんかいるね。開かない。開かずの間が多い。これなんだ？あー、やっぱナースか。ナース出ましたね。ついに。どんくらい強いかな。2発突っ込んで、あ、待って、何が回避だっけ。こうか。うわ、強そうだね。よいしょ。いや、2発じゃ無理そうか。3発突っ込んで殴るか。よいしょ。痛い。よいしょ。よこいせ、結構強いね。うわ、なんか、うお。うっそ、そういうことしてくんの。ちょ、落ち着いて。結構強いな。こりゃ、あー、どうした。いやー、これ2発打ち込んでだと無理だね。ナースは原作でもまあそこそこ強かったよね。今みたいに武器持ってることがね、あるので、武器持ってることがあるからさ。回復、新しい敵だそう。ナースですね。これがかの有名なサイレントヒルのナースですね。ちょっと強いんだよ。ナースは1個使うか。さっき回復したばっかだけど。
ナースはね、原作でもちょこちょこ強かった。あー、どのくらい3発ってあの感じか。回避してもあれだね、なんか押されるんだね。あんななんかグイッと押されるんだ。3発4発ぐらい打ち込んだ方がいいのかな。これなんだ、ランドリールーム。あ、いった。なんかあるね。これやっぱなんかさ、リメイク前の思い出しをやってんのかな。これリメイク前こんな同じような場所あったよねみたいなやつ。これ何、ショットガンの弾だ。え、だって2階でしょ。うんとね、あー、私原作でショットガンあった場所覚えてるんだけど、そこに先に行ってみるか。いやか、いやー、ちょっとずつ回るか。とりあえずこれはなんだ、トイレか。トイレは開くんじゃないの。開かないの、嘘。トイレは開くもんだと信じてた主人公地図開きがち。主人公っていうか私かも、もしかして私が地図、なんか手があるよ手。私が地図開きがちかも。待って、これなんか取る前にちょっと他のもの見よう。もう希望はない。希望はないの。3人とも絶望的な窮地。これ聞いたまま動ける。なんかすごい、なんか加工したみたいな声だね。必要な手を尽くし。あ、謎解きだ。彼らを直してみせる。なんか謎解きだ。あー、じゃあこれ取れないんだ多分。取れないんじゃない。あー、なんかやるんだ。なるほど、ちょっと待って、これは何。これはあー、なんかイベント、イベントだったか。なんだ、なんこれ、星座、星座かな、星座かしら。あー、違うか。これ何、なんか救急箱みたいなマークついてるけど、なんじゃこりゃ。謎解きだな。こんなすぐ解けるもんなの。あ、これセーブ、もしかして。あ、セーブだ、セーブ部屋だ。じゃあここは安全なのか。アイテムなし。あ、これをその鍵で開けるのね。ストレージって書いてある。セーブか、まあ、セーブしとくか。なるほど、いきなりできるもんなのか。ちょっと待って、ここは保留。一回他のとこ全部見よう。あ、これ戻ってるか。うん、いや、こう調べてないよね。 C1。 あ、くんかい、なんか見てるな。なんだこれ、調べる。うわ、目がついてる。読む。患者面談記録。なんとかとの本面談は事例071に対する措置として実施されたものである。水の中で寝そべっていました。空っぽで、その時に彼を感じたんです。彼がこっちをじっと見ていて大きくなっていくのを、そこから離れないといけなくて、すぐに離れないとって。でもついてきたんです、彼ずっとこっちを見ながら。だからやめさせないといけなかったんです。そしたら私はまた空っぽ。またプールに行ってもいいですか。どうした何があったの。面談記録。あ、なんかメモしとる。メモしとるな、面談記録を。これは何も入ってない。OK？ これも、なんかいる？嘘。ん？なんか急に銃構えたけど、これなんだ。あ、鍵開くんだ。開いて、ここはどこ。あ、つながったってこと。マリア、それ M ってマリアのいるとこってこと。そういうことかな。敵がいるっぽいね。ここに敵がいるのか、もしかして。敵いそうじゃない、なんか
いた。お主、お主だった。お主は大丈夫よ。2発撃ったらね、2発撃ったら大丈夫よ。で、これ回復っぽい。え、何もないの？うそん、この見た目でこの見た目で入ってないの？え、なんか入ってるわけじゃないんだよね。ひどくない？ちょっとこれは期待するでしょ、これやっぱ難易度イージーだったら入ってんのかな。そんな感じするよね。この見た目で入ってないのはちょっとびっくりしたよ。なんか敵いるっぽい。入ってくんの？敵こっち入っては来ないか。これは、あ、弾ショットガンだな。でも、あ、ハンドガンか。こっち行けるね。敵がいるっぽいけど。おお、危ない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 。もう一人いるでしょ多分ね。もう一人いる。おいしょ。もう一人。ああ、最悪だ。わあ、やめてー。やばい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 。これ死ぬかもしれん。倒したんか。強いな。2体とかいると結構きついね。あ、踏んだ。もう倒した。 OK。 回復をね、とても使ってしまうね。なんか目になんか入った。あ、ここにあるわ回復。これ栄養ドリンクじゃない。あ、栄養ドリンクだ。やばい、シリンジ使っちゃった。こっちは入ってなさそうだね。これ弾か。まあまあまあ、しょうがない。あ、2体とかいるとき、確かにショットガンのがいいね。あ、これ鍵開きそう。こんな鍵刺さったままなんてことあるの？あ、これも弾だな。弾めちゃくちゃあるな。弾めちゃくちゃある。ここは L2 なのか。あ、ここ、うん、ここいけないの。あ、これはいけないのか。 OK。 こっちね。こっちはいける。あ、これさっき倒したやつか。これはさっき倒したやつ。まだ全然行ってないもんね。行ってないとこ行こう。普通にまっすぐ、まっすぐ。敵がね、なんかいるでしょ。いない？なんかそこ、なんだ、電気大丈夫か。ここ、あー、鍵だ。また鍵多いな。これは開かない、開かない。なんかそこ光ってる。あ、なんかここ入れそうだね。あ、また回復あるけど。あー、栄養ドリンクだ。ありがとう。ここ行ける。ここどこ？待って、なんかいる。待って、なんかいる。なんかいる。なんかいる。どこ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 ？この中か。この中っぽいな。この中だな、多分。この中にいますね。あー、いた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 。だから2体、うわ、3体もいるよ。3体もいるのきつくない？ OK。 もう1人あんま倒してなくない？これ倒したの？踏んだら倒したことになるのか。めちゃくちゃ食らっちゃうな。あ、一応音楽は止まったね。3体きついな3体きつい。リロードして、ショットガン、あ、ショットガンがね、まああるかもと思う場所先行った方がいいのか。まあでも取れるか分かんないけどね。原作ではあそこにあったけれども、リメイクで同じ場所にあるかは分からないですよっていうね。これなんだ、なんだこれ、止めらんないのこれ。おお、止まった。止まっちゃった。これも開くけど何もないか。敵と戦うたびに回復を使うことになっちゃうなあ、ある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 。リポディ
センキューリポーディ1個使うか。1個使おう。これなんだ。また写真か。ハードローイング9。なんか数字意味あるのかな。この数字に何か意味があるのか。で、これはドアを見てんのか。あ、これ開くんだな。あ、これは開かないの。あ、開くよね。びっくりした。で、今どこだっけ。そこか。で、行ってみるか。行けるか分かんないけど、ショットガンがあるかもと思うのは、その更衣室の、あ、どっちだったっけな。女性用更衣室かな。女性用更衣室かな。ちょっとどっちか忘れたけど、男性女性どっちか忘れたけど、更衣室にちょっと行ってみますね。行けるか分かんないけど、あるかもし、あ、これ何、壊れてんだ。あ、エレベーター壊れてんだ。あるか分かんないけど、あ、行けないわ。あ、行けないのか。いや、待って、もう一個行けるとこあったよね。あそこ曲がれば行けるのか。この辺から行けば、ここから行けるのか。まあ、あるか分かんないけどね。うわ、なんか電気ついたよ。なんか敵出るんかな。こんにちは。まだいると思うんだ。いない？大丈夫。ちょっと待ってよ。更衣室行ってみるね。わかんないけどね。まずこれ男性更衣室。あ、開かない。開かない。こっちは開いてる。いや、あるんじゃないか。ないかな。なんかいるっぽい敵。気のせい？あ、あるある。やっぱあるわ。ありました。あるある、ショットガン。じゃあ一緒なんだ。これはじゃあ一緒だね。原作と一緒でした。ある場所。ショットガンがある場所。栄養ドリンクと、取ったらなんか来そうで怖いから。あ、取っちゃった。あ、横でハンドガンを装備。ん？回転。あ、ここでショットガン。あ、オッケー。ショットガンにしといてもいいかもね。これはなんか、あー、これもあったよ。多分原作に。中からなんか、違うの。あー、あ、言っちゃダメか。ごめんなさい、言っちゃった。言ってしまった、うっかり。中からっていうことを。黙っとかなきゃいけなかった。申し訳ないです。そうそうそう、一緒、曲がった針ね。ということは同じことをするんだ、多分。同じことするんだ。なるほど。あったね。やっぱここなんだ。へえ。ショットガンちょっと撃ってみたいね。ショットガン撃ってみたい。いるね。いた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 。どんくらい強いんだろう。どうだ。あー、結構、あー、やっぱ強いね、結構。あ、強いわ。一撃でこんな効くんだ。ちょっともったいないな。ちょっとハンドガン、ちょっと待って、ハンドガンなんだっけ。こうか。まあまあまあ、ちょっとハンドガンも使いつつで行きましょうか。そしたら入ってない部屋、とりあえず後ろ行くか。また敵いるね。でもこの中にいるのかな。あ、いるいるいる。これって出てくんの。出ては来ないのか。いるいるいる。失礼します。失礼します。失礼します。ほんと戦うたびにアイテムを回復を使っちゃってるな。なんか回避難しいな。回避難しい。まあいっぱい持ってるし使うか。一個使っちゃおう。あ、これなんか回復？入ってないの。またこの見た目で入ってないことあるの。ひどいよ。これなんだ？あ、鍵だ。L1 って書いてある。L1 の鍵。これは？眩しい。眩しい。とても眩しい。
L1 の鍵。なんかいる？大丈夫？今度こそ回復、何もない。回復ほんと入ってない。何もないよね。どこも見てないよね。ないね。回避難しいな。ちゃんと方向を入力して回避しないとダメだよね。ついなんか焦って回避のボタンをさ押してしまうけれど、ちょっと待って。じゃあ L1 ね。 L1 はその大きいとこか。M1 とか M2 とか行ってないから、 M1 とか M2 とかに、あ、先処置室ってやつ行ってみるか。これなんか照らされてる感じあるけど、気のせい？ん？ちょっと待って、これこっちはなんだ。あ、階段か。階段とこれ開きそうだけど、開くでしょ。鍵刺さってない？開いた。これが開かなかったとこってことね。 OK。 で、こっちが、あ、更衣室の方か。ダメだ、もう本当にさ、本当に方向音痴だから申し訳ないね。何度も地図見て申し訳ない。あ、ここね。ここ入ってないの。あ、開かない。オッケー。じゃあここは開かなくて、あと行ってないのは、その M1 とか M2 とかか。オッケー。 M1 とか、あ、ここか。あと、あ、ここ鍵、ん？鍵どうやって使うんだ。ここじゃないのか。 L1 の鍵だったよね。そっち側からはいけないんだ。これなんだ。あ、メンズロッカールームね。あ、ここか。ここ鍵だ。じゃあこれ使ってみよう。なんかいるかな。敵がいる？隠れて擬態、擬態してるかもしれないからね。あー、なんか押せるやつあるわ。台車、台車あるね。これはな、あ、弾、ありがとう。ハンドガンの弾ね。台車はどこで使うんだ？この上かな。ここっぽいわ。なんか他アイテムないですか？アイテム、アイテムなどは。これ開かないんだよね。オッケー。ここだね。ここは何の部屋？なんか小部屋か。さすがに小部屋に敵はいないかな。あまりに狭いもんね。あの狭さにさすがに敵はいないのではと思いつつ。ここね。オッケー。え、こん中敵いるの？いないよね。こんな狭いとこさすがにいないでしょって思ったんだけど。あ、なんかこっちも行けるわ。これは？読む。今日例の女の子が入院した。ただ頭を抱えて震えて泣きじゃくりながら座っているばかり。まだ一言も発していない。かわいそうに。角側のベッドに移してあげると少し落ち着いたみたいだった。少しだけ笑顔を浮かべてくれた気がする。はい。女の子。これは開かないのか。こっちなんかいるんかな。なんかすごい音するな。いるっぽいね。いるっぽい。ここは何もないのか。広いね、結構ね。ここどこ？家事室だって。家事室。こんにちは。擬態されている方などいらっしゃいますか？こういう隅にさ、いたりするじゃない？たま、ありがとう。ショットガン使うか？ナースかな？あ、はいはいはい。どこ、どっか、どっから、どっから、え、どこにいるの？ここにいるわけじゃないのか。なんかここ行けそうだね。この部屋何もないのか。何も拾えるアイテムは何もないのか。じゃあここ行くか。あ、ハム太郎さんこんばんは。あ、リアタイ、お、なんか覗いてる。リアタイ初、ありがとうございます。
行くんかい。まだ私行くかどうか決めてないのに。勝手に行くんかい。見たいとこいっぱいあったんだけど。嘘。なんでチャレンジしちゃうのそれ。すごくない？うわ、え、これ落ちる、もしかして。うわ、どうすんだ。まだ見たいとこいっぱいあったのにな。勝手に決めないで、勝手に。なんだこれ、こんなんあったっけ、こんなの原作にあったっけ、ちょっと覚えてないけど。どうしたどうしたどうした、なんかフガフガして。あ、押せる、あ、すごいすごいすごい、押せるの。おお、壁。うわ、どこだここ、こんなあったっけな、覚えてないな。こんなん原作にあったっけ、これどこ、ここに何かがって書いてある。1階なんだ、1階か、なるほど。ここ出れそうだね、これ開かないんだ多分。あ、なるほど、じゃあこっちだ。1階ね。ここはなんかある、読む。どうして助けてくれないんだろう、どうしてここにいさせられてるんだろう、あの男と。どういうことなの。ああ、レミアウ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 ト。急に、あ、また何も入ってないんでしょ。あ、ありました、今回はリポディ。大体何もないこと多いからよかった。これはなんだ、あー、なんか謎解きので使うのか。あ、どうせあの謎解きできなかったんだ、じゃあ多分。なんかあの手にこう3つリストバンドの跡みたいななってるの確か。はい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 、敵来た、え、違うの。あ、どうせ集めないとあの謎解きできないんだね、じゃあ多分。じゃあ最終目的地はそこなのか。おい、なんだよ、驚かす、あー、ショットガン打っちゃった、もったいな。驚かすんじゃないよ、もったいな、ショットガン打っちゃったよ。あと5発しかないじゃん、ハンドガンにしとこう。これは何でもないのか、何でもない溝、何でもない溝があるんですね。倒したんか、本当に。踏んどこ、踏んどいて。あ、なんかありそう。これなんだ、本当になんだろう、こんなんあったっけ、原作でこんなんあったっけ、覚えてないな。とりあえず、ん、これ、いや関係ないか、なんでもないです、気のせいです。これどこだ、うん、あ、ロビーか、明るいね。あ、セーブのとこか、食堂、プール、ここに何かがって書いてあるのって、さっきあのなんかプールがどうのとかいうメモを読んだからか。これは開かない、ここで1回セーブするか。結局ここに落ちてきたけど、また上に上がるんだよね、上まだ見てないもんね。またじゃあ戻るか、じゃあまた階段登って、まあこれ落ちなければ、さっきのアイテム、まあ、拾えなかったってことだもんね。じゃあまた上に上がって、あと行ってないとこが、あ、そのなんか M4 とか結局行ってないんだね。じゃあなんか M4 って言うと銃みたいだよ。M4 ってあるよね。M4 はアサルトライフルか。なんかすごい音しない？あそこの照明やたらなんかホラーだね。あ、そうそう、多分さっき拾ったその腕輪ここに使うんじゃないの。まあ今ちょっとまだわかんないけど、あ、そう、腕輪の跡あるもんね、はめとこっか、はめとこ。
で、すいませんね、ほんと地図見ないと分かんなくてさ。こことか、あ、またいるじゃん。歩いてるわ。あ、ここ入れるんだ。これってさ、ヘッドショット意味あんのかな？ありそうだね。ヘッドショットの意味はあるかもしれない。また食らっちゃったよ。マウスでやるか今日。これ入ってないよね。あ、弾があるわ。大丈夫？敵いない？擬態してるやつ。さあ、ナースやっとね、ナース出てきました。またないんかい。絶対ないんだよ、回復。回復絶対入ってないじゃん。これ何？ハンドガンの弾か。これ開くね。これは、ん？開かない？これは開くんだけど。ヘッドショットに意味があるのか。あ、ここ入ってないのか。ん？入ったんだっけ？いや、入ってないよね。何もない。ここ入ってないね。何もないために来たのか？何もないために？何もない部屋にわざわざ来たの？弾があるか。まあでも結構弾拾うね。弾があるだけか。この、なんか前も調べてない。入れるか。いや、無理そうだね。これは無理そうだ。これが M4。M4 はいけない。これなんだっけ？これ L1 か。まあ、ここは開かないんだもんね。ここは開かなくて。あ、M3 もこれいけそうないわ。で、あと行ってないのは？あ、ここも行ってなかった。これ行ってないね。開かない。これはなんか開いてる、すでに。できません？大丈夫？これなんだ？あー、はい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 。ここにね、金庫があったんだよ。原作で、多分。だと思う。なんか、このチェーンがぐるぐる巻きにされた金庫があったんじゃないかな。その中になんか多分鍵とかがあって。やっぱあれだ。原作と同じ場所を、なんか見た時にブーンってなるのかも。そんな気がしてきた。そうそう、この壁になんかヒントが書いてあったんだっけ。ちょっと忘れちゃったけど、多分金庫があった場所だ。で、回復いくつ持ってるんだっけ。栄養ドリンク7か。飲んじゃうか。いやー、もうちょっと我慢するか。ちょっと待って、とりあえずこの2階はもう行ってないとこはない。あ、C2 って調べてないね。C2 調べてないじゃない？まあどうせ入れないでしょ？あ、入れた。なんかある？なんか見てるね。なんか見てるね。アイテムがあるのか。弾か。何もないか。弾拾っただけ。OK。じゃあ、これで、全部調べた。OK。じゃあ、なんか階段行けるっぽいから、一回セーブして、なんかこの C3 だっけ？ C3 がセーブポイントだね。一回セーブして、その2階の左側の左の階段が、あ、ここはん？これって上行けるの？あ、上はこれ以上ないよね。じゃあこっちのなんか奥の階段をちょっと見てみますか。なんか奥の方だよね。奥の方にある階段が、もしかしたら上とか、上はないのかな。もうちょいもうちょい。
上はないのか。あれどこだ。これか。あ、いや、上行けるよね。ちなみにこれ下は、下に降りると、あ、下もでも行ってないとこ行けるのか。あ、そういうことだね。あ、じゃあ下から行くか。待って、下もこれじゃあ行ってないとこ行けるわ。行ってないエリアだ。1階の、あ、いや、開かないのか。あ、行けないんだ。行けないわ。あ、なんかある。玉か。玉があった。あ、ここはいけないみたいですね。じゃあ上か。ちょっとごめんなさい、カメラ、この階段のカメラちょっとぐるぐるするね。申し訳ない。よいしょ、上行ってみよっか。また絵がある。かわいい。なんかこう右側の鳥さ、なんだっけ、鬼スズメ、なんかポケモンでこんなんいるよね。違うか、鬼スズメ違う、ど違う、茶色いやつか。わかんなくなっちゃった。で、これ、あ、セーブだ。セーブ、一応しとくか。なんか歌が聞こえるね。これは？あー、見えるんだ。あれちゃった。Go away! って言われちゃった。なるほど。これは必要なイベントか。ここは3階、ローラって書いてあるね。水治療室。水治療室？